はい、皆さんこんにちは、ネモジュン TV です。今日はチョンゲチョンに来てます。はい、今日の目的地はどこかっていうと、ここカンジャンシジャンでございます。はい、はい、今日はですね、私一人で撮影なんですけれども、今日はカンジャンシジャンでですね、ちょっとご飯を食べてみたいと思います。最近ね、コロナの、ね、規制も解除されましたので、カンジャンシジャン、まあ、どういう様子なのかっていうのと、美味しいご飯を食べていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ネモジュン TV。 今日はですね、カンジャンシジャン、南の一門から入っていきたいと思います。今日ネモさんはですね、仕事で私は休みということで、私が一人で、撮影の方来たんですけれども、早速マンドゥ、美味しそうです。フルーツジュースもあります。やっぱちょうど12時ぐらいだから人が多いですね。やっぱ食事時なんで、何も食べようかな。満員だな。外国の方もいらっしゃいますね。ここはですね、ビビンバが多いね、ところにありますけれども、何だ食べようかな。ちょうどね、今中央のところに来たんですけど、ちょっと右曲がってみるかな。全然取ってもいいな。じゃあピンで撮って、美味しそう。ちょっと中央離れるとちょっと人は少なくなる感じなんですけど、賑やかです。今日お客さんも少なそうだし、ここに来てもらって3名にね。メニューはこんな感じですね。ユッケ、タンタン、生手長だこの刺身とユッケかな。ピンでトッとユッケいってみようかな。で、お酒も頼むかな。お酒はマッコリがいっぱいあるな。そうじゃん、僕マッコリ嫌いなんですよ。とりあえず聞いてみましょうかね。はい、じゃあ今日そんな半径や、ね、ピンデトク派ならユッケ派なら、ゴー、クリブ、ね、クリブ、ユッケ、クリブ、ソジュー派なって、チャミスル派なよ。今日はお昼から酒飲みたいと思います。ネモさんすいません。早速来たんですけど、キムチと玉ねぎ、醤油で漬けてあるやつかな。お店の中はですね、ほんとこじんまりとした感じで、こんな感じでユッケとかあって、ピンデトクとユッケ頼んで、酒頼んで、いっぱい食べたいと思います。
2階もあるみたいですね、うん、もう3秒くらい行きましたね。ユッケです。おー、卵の黄身が乗ってすごい。で、スープとキムチ、そして海苔、味噌、じゃ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 ん。ピカラで美味しいです。もう美味しい。もう結構ピリ辛してる。辛いの好きな人にはたまんない味でしょうね。あ、混ぜちゃった。 OK、 混ぜたいと思います。今日ね、何食べるか迷ってたんですけど、なんかやっぱユッケ食べたいなと思って、ユッケを久しぶりにね、結構2年ぐらい前にユッケ食べきたと思うんですけど、ネモさんと今回はもうユッケのみを堪能したいと思います。確か日本では食べれないですよね。いただきます。ごま油の味が効いて美味しいです。ああ、うまか。ああ、うまか。ああ、うまか。で、スープ。豚肉が入ってますね。なんかカルビタンのスープみたいな感じです。美味しいです。海苔があるし、ニンニクとユッケと味噌つけて。来ました。これがまた美味しいんですよね。緑豆豆のチヂミなんですけど、カンジャンシジャンの名物で、外はカリカリ、中はジューシーな感じですかね。一応僕肉好きなんで、肉の頼んでみました。いただきます。うん、今ハンバーグ見て、お好み焼きのハンバーグ、うん、唐辛子の中でピリッとして美味しいです。
はい、食べたんですけど、ユッケは全部食べれたんですけど、ピンで取るの起こちゃいましたね。やっぱ一人ではちょっと多すぎた。あ、腹いっぱいです。ちょっと申し訳ないんですけど残しました。それでは今から店を出たいと思います。자먹었습니다네감사합니다네얼마예요예31,000원입니다31,000원요예잘생겼습니다아예감사합니다네자먹었습니다네맛있었습니다네네감사합니다いや美味しかったです。ここのお店ですね。ぬいねユッケピンデタっていうとこですね。あー美味しかった。じゃあ今からですね、わー患者診断にぎやかだ。シャ人多いですわ。ここもうなんか普通の日常と変わらない状態になってますね。山さんごめんなさい、美味しかったです。はい、今から北の方に抜けていきたいと思います。めっちゃ人多いです。タコ、タコ味。ここのパン屋さんは大人気です、ね、バーベキュー5000円なんですけど、じゃじゃーん、めっちゃ人並んでます。はい、ここが北の門になるのかな。ああ北の二門って書いてあるね。はい、久しぶり観覧市場に一人来たんですけれども、ユッケ食べてピンデトック食べて酒飲んで美味しかったです。やっぱり観覧市場間違いないです。ただねお店はですねほとんどユッケ多いしピンデトック多いし、まあ、ビビンバとかも有名なんですけど、まあどこ行っても味を楽しめる場所かなと思います。いや今日は美味しかったです。また次の動画でお会いしたいと思います。じゃあの